里見公園に来ました。2019年3月26日に、彼住んでる私がいるね、里見公園のホームフローに来ましたけど、フィーチェンジだ。今日は変わらない、川も川は上がるところだけど、川っぽいとやっぱ風強いと思うんですよ。今日はね、公園内もあるんですけど、多少の風に行ったのが、行こうか。さて、今日も季節と同じにトレック専用トレック専用車って言うんですよ。ちょうどいいんだこれ。このカップからね、ちょうど見つけたなんだけど、トレック専用車って言うんですよ。トレック専用車って言うんですよ。飲み物はさ、前回飲みきれなかった形よりとかね、それはそのまま使い回すからね、飲み物はね、前回飲みきれなかったね、お肉をファミリーメイクになってますで、立ち火台おなじみ中華製のあの肉さだ。今日はストール、これ使おう。忘れた？肉さだ。これだから、肉さだね。肉さだと、これ使おうかな。立ち見台にね、これ使っても、最近ちょっと見たかった。それを取り上げちゃって、このサイズ的にそう見たの。これ使おう。今回は初めてこれを使いますね。あれ、ゴムを込めないように。でも燃えないで、もうただ石の塊みたいだからね。これチャンブルとか100円ちょっと入れてるからね。まあ元が深くないからね。ただ自然ギャル一緒に適当に加工してるような方やばい。焚き火の台にいいかなと思ってね、これね、固定の小さめのやつ、でかいのもんだけどさ、こうやったバーゴンのヘクサゴンとかさ、小さめの焚き火台の方もちょうどいいかなと思って、金属だとね、金属のプレートはさ、熱々になってさ、その熱で焦げちゃうといけないんだもん。じゃあこれにしてみよう。でもこちらこうやってね、里見公園の話は、今回はこの世代のこれ使います。下の私の値段の割にはいいけど、値段の割にはネットで買ってもさ、普段受け取れねえから、そういうしかないよね。そうなんですよね。で、ロゴスの立ち台って、今度ね、キャンプの時、そのロゴスの立ち台をね、そういうので。小さいから、キャンプがいいところは、いつも言ってるようにね、燃焼して
ちゃうから、その方が年齢で楽しめるけど、その方が残るから。今日こんな感じでやります。どうも。見てたの？どうもね。今日こんな感じでやるよ。はい、こんにちは。ビーロックは、まあ、今日はまた今度ね。ビーロックもまたあるからね。来なかったらどうもありがとう。動画アップはね、あれ前の動画、前回、春分の日の動画アップしました。で、ごとくがこれ。こんな感じね。この上で見たっけ。あ、いいね。で、今日の燃料も今日ペレットでやる。ペレットね、あっちから置いてペレットあれ持っちゃう。ペレットぐらい。見えるか？一個足りるかな？ペレット、この中の方。ペーパーをほぐしにして、これ浸したやつに燃料やる方適当に浸して ペレットの上に置いて、これで火が出ます。どうも、あ、どうも、ゆめさんね、さっきも始めました。どうもね、こんにちは。こうやって休みの日に会うとだけ、今日は里見公園、あっちからの小物大内地の近くの里見公園のお花見せたとして、で、リクサルたちみたいでね、ペレットを置いて、ね、アルコールの燃料をちょっとほぐして使って、で、この上に、今日メインはね、おがらいと、
小柄いと、うん、大変だからね、これからね、小柄いと、まあ、ここぐらいでいいや。私は乗っかったら、こんなんで行こうか。うん。これで C 作る。これで C 作る。どうも、これで着いた、はい、すいません、ちょっとこんにちは、再接続しました、ありがとうね、うん、ガタガタ止まった、止まっちゃったね、どうもね、まあ、C つけたぞ、C もあると思うんだから、今から、ね、C つけた、この上で2択しようと思う、この上で、この上で2択、今日これ、今日も酒田んぼで酒飲もうかな、酒田んぼで、え、こういう沸かすんだ、これトレーク専用車、こんなんで、こんな感じで、こんな感じで使えるので、まあ水入れようと、あとね、あともう一個はね、前回荒川の代わりで食べた時に食べなかったやつ、サンマの、サンマじゃない、違う、サンマか、サンマの食べ味も優先して、こんな感じトリック専用じゃない、うん、関東優先か、こういう感じ、こんな感じ、まあ、こんな感じ、見てて、はい、着火剤使ったんだけど、だからペレットとティッシュペーパーに燃料アルコールかけて、あら着火剤みたいなもんだもん、そうだ、ペレット、はい、ティッシュペーパーで燃料アルコールつまで垂らしたっていうね、あれで火つけて、まあ、少ないかな、そんなもん、あ、大丈夫、もうペレットついてきて、つながりましましょうか、まあ、4とか2枚できたらね、こうやって、で、これも前回、あれファミリーマートで買ったやつね、これ、うん、セラミックなら結構これいいよ、100円ショップのセラミックなら結構いいですよ、で、うん、サクタンク、まあ、ぐまで言うのはわからないけどね、これでグツグツいけばいいわね、
覚えてきたのに。これびっくりそうな。これ牛乳パックと一緒でこのおかげのパックもよく燃えんだけど味が抜けると思う。静かに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 買わないと思う。買ったやつ残りだからさ、あるんですよ。うん、分かった。うん、まだまだ時点まで来たと思います。全然良かった。こんちゃん、今日あれ忘れたの。トング、トングを忘れる。トング、トング忘れたよ。トング、あーそうだ、トング。まあ、シーちゃんも使わない。もう少しずつ燃えてきてます。まあ時間かかるけど、まあ今日は枯れないけどよかった、あんまり。今日それぞれ多少はローソンで買いました。で今日ローソンじゃない、ローソンストアで買ったやつね。これごぼうサラダ使ってきた。ごぼう100、冷凍180円でごぼうサラダ。これをつまみながら行こうかな。ごぼうサラダ、
くよ、ごぼうサラダ、ごぼうサラダでしょ、出来合いのものよ、まあ、高いから完璧まず飲んで、まず冷やで飲んじゃうから、最初冷やで行こうか、冷やで。ごぼうサラダ。サラダが。完璧前、ぐっくりと最初する。冷やで飲んじゃう。よく見ないとかな。遅いよ、反応が。シェルカップをコップにして、シェルカップを飲む。ここ、2本の人。ほらほらほら。完全前で100円で料金に入ってる。ほらほら。完全前で着ないと、シェルカップ。はい、どうぞ。ほら。で、ごぼうサラダ。飲んだ。シェルカップはスノーピークね、スノーピーク。はい、どうも、ヤマ。今日は里見公園で飲んでます。今日は里見公園で。ビール飲まない。ビールは予算的に大変だ。昨日夜、あ、昨日発表したことだし、あ、昨日は寝られてごめんなさいね。昨日はちゃんと3時間前に起きたから、ちゃんと最後の方も寝ると起きたところまで映ってますんでね。あ、シャレだし、ね、そうだったからな、ほんとね。疲れちゃうね。なんかね、ごぼうサラダつまみながら飲んでます。キャンプの時あれ今日買ったあれロゴスのでかい焚き火だ。でかいってかな、まあ普通の通常のサイズのやつあれ使います。うん、じゃ あれ受け取るんでね、ちょっと遅かったやつ、うん、休み通しに受け取らないから、あれいいな、あれロゴスの焚き火だ。この間さ、休暇制で中国製でさ、そのロゴスのバットモンみたいなタイプの買ったんだよね。あれ3000円ぐらい。ロゴスの収集が3分の3ですからね。うん、いいね、これキャンプのとこ作るあれ。金着座のいいところはさ、毎日売ってっからね、そこにね。学校場所はね、ちょっとね、駅前のホームセンターでやってて、目の前ないんだよな、学校みたいな。これでキャンプ、めちゃくちゃ行こうかな、あれ、でかい、普通のコンパクトテントで、みたいな、あれ、ネイチャー早くですよね。行ってみようかと思って、安いので。巾着のキャンプ、狭いので、安いので。とにかく西武線だから安いんだけど、西武線で。お母さん、ないの？行くよ。はい。行くよ。こういう感じだね。どうも。
さあ、本番開始。今日もね、じゃあ、さとみ公園のお花見広場。それで、同じ草田の立ち見台で、こんな公園で。前回、声優で買った、ひなじのためにもっと届ける公園で。落ち着くんだって言われた。いいですね。最高。まあ、最後に、ね、大きく作りなさいね。まあ、成功しました。最後激安ね、税分70円ぐらいのソウルタオルで少女を持ちに行こうかと思いますね。安かった、税込みで70円ぐらいですね。このパフィーの商品券こっちに行くの税込みで多分70円ぐらい青だよ。青やば、熱い。持ち込むの当たってる。あ、いいじゃん。あ、何だ今。なっさ。ごぼうサラダ。じゃあこんなに買ったの。すげえじゃん。さとみ公園だから交通費もかかんないし。あ、暑いですけど。もしもしもし。あ、じゃあ、上着も脱ぐか。お茶飲んでこいよ、じゃパックのさ、外側の紙はさ、牛乳パックとしてよく燃えるんだよね。でも酒パックは牛乳パックと違ってさ、内側にアルミが剥がるとあれは燃えない。まだ火はついてる。もうちょいじゃないかな。うん、そうね、家族連れとか来たもんね、この辺ね。待って、火がつかない、なかなかね。うん、温まんないね。これまだ、まだまだって感じね。まだ昼まで試合でもないし、一度ぐらいは冷えて飲んじゃうんだけどね。すぐに洗濯機だから。これかも。こっちだよ。これくせえでかい。
Jesus, please, this one. Tomo, put your arm. どうも、こんにちは。今日はね、里見公園だからね。なんか蚊取りだったから、それもあんだろうな。ちょっと聞いたかな？聞いてみよう。もう、この中にちょっと聞いてみようと思います。 あ、温まってきた。少しずつね。少しずつ温まってきたね。まだ温まんないよ。どうも猫ちゃんね。今日、里見公園。
三月も結局奥多摩小屋ね出なかったさよな。三月もう今月のおしまいから。感慨深いね。雲取りの橋の上の奥多摩小屋なくなっちゃうんだねもう今月で。もうだいたいもう一昨年ぐらいから土日休みの時はさ雲取り登ってたんだよね。朝9時ぐらいから鴨沢口ののから登り始めて、だいたい一生懸命入るのがね、2時ぐらいに入るんだよね。それでラジオ聞きながら。で、3時過ぎの UU ワードの時間ぐらいから、うん、で、ラジオ聞きながら北間川にテント張って準備してたんだよね。あれがもうできないんだよね。ああ、奥多摩小屋、なんか、どうしようかな、これからな。うん、奥多摩小屋なくなっちゃったから、あそこのテントなんかないんだよね、もうね。まあ、なんか寂しいね、本当に、あれができないと思うとね。うん、どっかお金出してくんねえかな、あれ。奥多摩小屋を新築しますとか言ってさ。うん、お金がね、結局ね、廃屋するだけだからね、もうボロボロだからさ。立て直す予算がないから。ペースだったけどね、お金があればさボロボロだから新築とかできるんだろうけどさ、それできないんじゃない。で小屋もなくなんでテント張るテント屋もなくなるってわけどね。あれ半日だよ。七つ石かな。七つ石はちょっと狭苦しいんだよね。そこ、まあそこはいいんだからね。ちょっとね、窮屈なんだよな、そこなんですけど、狭いからね、小さいから。お父さん、何だよ。奥多摩小屋のテントバットから僕はさ、コモトに登ったからね。テント泊したいがために。テント泊したいがために。ね。でももうね、でも、労働者の手、労働者の手テント泊したいがダメだったからさ、でもそんなくなっちゃったって、なんか寂しい。まあでも随分登ったもん、もう少なく見積もっても10回は登ってからね、奥多摩ぐらいまで。まあ15回ぐらい、まあ20回ぐらい、トータルすれば20回登ってたかもしれない。お祭りチャートとかいろいろあるから。山行くようになってきた学校場所とかがアメリカ用だったじゃん。結構そう、あ、感慨深い。今月いっぱいで奥多摩がなくなっちゃうよ、鉄道がなくなっちゃう。だから、来年、まあ、これ僕が最後だったのが去年から今年の大晦日から元旦までコストコで最後だった。ここからね、ここから。あ、ゆうが高いじゃん。じゃあ神崎行こうか。神崎もいいから。こんにちは。今日もこの焚き火台でトレック専用で竹田の方で神崎行きます。もういい感じだ。もうこういうのしたくてこれ買ったの、酒田んぼ。まあ送料も1000円ぐらいかな、これ。おお、あー、いいねいいね。これがしたかったんだもん、酒田んぼで、ね、ちっちゃいちっちゃいなんだ、カウンターだけの居酒屋とかで、ね、カウンターだけで頼むとこれでやってんだよね。うん、うちの近くの小林君も焼き屋もこれで扱ったのでこういう酒タンブルで買わして出してくれる。コップで、コップ酒で缶酒出してくれるときもさ、
こういう酒田んぼってこれで返してる。これぎそうだったクッカーで水張ってお気に入りにしてで酒タンブルで缶酒するのついにその夢一つかなって感じ。本当に総力で1000円くらいするからこれ1個ね。これはアルミのやつね。一番いいのは鈴の酒タンブルがいいって言うけど鈴の酒だね。これは白ノーピークの白カブ。かわいいじゃん、ザボね。じゃあ、里見公園。おなじみ、大手から里見公園。これ、キャンプとかできないけども、さっきカノエルの公園があるんでしょ。なんかよくやってるよ、あれ。よくやって。向かいにもやってます、なんかね。一応テント張ってね。あれは二人乗りだろ、ね。あんな風に。都心の数少ない牡蠣利用可能エリアなんだね。でも晴海ふ頭公園がさ、オリンピック関連使えないからさ、貴重ですよね、晴海。多分都心から一番近い牡蠣可能エリアは晴海だと思うんだけど、晴海公園、晴海公園。でもあそこオリンピック絡みでさ、使えないんだぞ、これ。だから、晴海駅から東京駅から歩いたって、もう1時間距離でいるんだからね。まあ普通歩かないけど歩かないけどね。あでも歩いてもね1時間かかんないよ。あれ東京駅から晴海ふ頭公園まで歩いても2時間かかんない。1時間まあ2時間あるから1時間何分かだ、うん、早い人だって1時間近くで行くんじゃないかな、うん、そうよ。まあ歩いてるか分かります。東京駅から晴海ふ頭公園まで2時間あれば余裕で歩けます。往復2時間歩く、うん、歩かないね、バスも出てるから駅前からね。今あれ、アルミまでじゃなくてもさ、大女線の柿の木とかさ、駅まで住めない。平坦だったらね、スピンがあるかもしれないけど、あそこから歩いてもいいんだけど。でも今、晴海東京は使えないんですか。東京、あれ、東京オリンピックの選手村があの近くにできるから、ね、その建設でいろいろ使えなくなっちゃってね。ハンドル牛でさオリンピック持ってきたからね。これ嫌だよ。いいじゃんこれ。これがしたかったのよ僕。おおちょうどいい。はい乾杯。来たんです。うん。ちょうどいい。じゃあ2本目3本。あっという2本目かね。まだ監督あるんで。鬼殺し。ファミリーマーズ100円で売ってるやつね。これ前回買ったやつだから今日本当に下がりはね。その飲み物は前回の残りなんで、あれ春分の陣の時に風強かった時この残りなんでね。これごぼうサラダとあとお肉ちょこっと買ってないですね。下がりこの容器をうなぎのあサンマのかば焼きでよね。これにサンマのかば焼きを入れようか。もういいかな。
反対にしよう、これ反対に反対にしたらさ、なかなかただもさ、そうペイ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 を登録すればついてくるお金で買ったやつだから、実際はね、厳密に言えばただじゃないよ、あれペイペイをさ、ダウンロードして登録する時点で個人情報は明らかに売り渡してるからさ、まあ個人情報代と思えばね、そうだ、そう思うという、まあ、昨日もこの間も言ったけど、そうや、ペイペイダウンロードして登録するだけでさ、500円なり1000円つくのはそうやね、サービスで言ってるけども、あれでもあれは個人情報だと思うのもいいよね、個人情報だね、これあれダウンロードして登録する時点で個人情報は向こうが言ってるからさ、その見返りと思って、ここを思うといいやろついてるのね、そのお金でこの間新聞で使ったわけ、金にまってね、個人情報の見返りね、ただネットではそうだ、それを覚えとくといいからね、ちょっとしてね、ただとは言って、実際形はただだけども、実際個人情報を売り渡してるからさ、明らかにね、うん、これがね、パイパイよりもね、マンマンがいい、マンマンちょっとまずい、パイパイも嫌いじゃないけどね、マンマンがいい、桜はあるけどね、あんまり来さないようにね、もう桜がいる、あの方は結構人がいるからさ、分かった、うん、桜まけで、もう向こうはみんな人集まってくるまで行くね、はい、パイパイがあるからおまんまんもあるんだろうな、パイパイ嫌いな人ないでしょ、パイパイもあるからおまんちゃんもあるんだろうな、かば焼きいいな、かば焼き、ああいいだね、じゃあかば焼き行こうか、サンマのかば焼き、うん、いいかなと思う、まあ、声優で買ったやつ、この間声優で買ってさ、荒川の風強くってさ、食べないしてあげたんで、いいのかな、今日も風多少は強いけどさ、公園、今日すぐ下公園だけどさ、公園から上がったとこなんで多少は風よけになってると思うんだ、まあすぐ、あそこ、向こう側すぐ降りたら江戸側なんだけどね、上がったとこだから多少風の影響は少ない、ここだったらね、前回の新聞の新聞とはそこの直接川だもんね、こういうね、そのままの髪の石食べに、本間の株が決まりました、さっきのごぼうサラダの容器、ダメごぼうサラダの容器、本間の株が決まりました、こっちの身、まだ火がついてるよな、今缶酒だけ、酒たんぽ、ほら取れてた、ほらどうも、ほら声優するやと思って、ね、一人暮らしした部屋もいいぜ、あれ大塚6丁目だったからさ、あそこも声優あったからね、東池袋とかね、あの大塚の頃はもうほとんどあの頃まだガーシーなんて間もなかったからさ、間もなかった、まあそれほど以前のあれ基本化の成長が強かったけど、今は完全にだいぶ経つでしょ、ガーシーでだいぶいい感じになってるんだよね、東池袋の声優、あの近くだった、まだ大正圏の東池袋のあそこまだあるもん、大正圏あれも近かったからね、まだあれあの生きてる頃、まあ、なんだっけ、経営者の人太っちょの頃で生きてる頃ね、もう何度も言ってました、何度もって言ってもね、年に2、3回だけどね、1、2回です、もう今もう、早くなってビルになってるんですね、
図書館、区の、区のビルで図書館なのかって、あの頃の退職が良かったな、ママ一回作ったから、あの頃の退職って、なんかあの人生きてるけど、ママあの頃のまだあの人が生きてる頃の退職権はさ、森が、大森が半端じゃなかったの、大森が。本当に大森だったからね、あれ。大森頼むの。その頃の。もう5年以上前からですね。うん。もう、サンマの構え。冷たい冷たい、よし、長野出身なんですね、大正家の創業者。誰が浜野の出身あの近くの大塚の人です。ずっともう10年以上いたけど、大塚に来てくるのやつだからよく言ってた。あの東池袋の大正圏はさ、文京区の大塚の9丁目と都電挟んで接してっからさ、結構近いの。大塚の9丁目と東池袋の4丁目、5丁目になって。東池袋の4丁目とか5丁目は、と、本当よ、本当。豊島区と文京区で区は違うけども、もっと大塚の区長目で本当隣なんじゃないですか。だからよく伝える。もう私がさ、あの向かいのさ、首都高の高架下でやってるけどね、なんかあの大森がなんか変わっちゃったね、ずいぶんな、ね、今いっぱいいるからね、人あの人子供いないからさ、あの人いなかった代わりにどんどんさ、電車どんどん受け入れて各地になるよね、大塚証券でも、まあいろいろまあ、大塚券の主張した期間によるんだと思うやん、店によって差異があるんだよね、そう、みんなある差異があるみたいな、ね、店によって受領した期間だからですね、評判が悪いのがさ、町屋のさ、都電沿いの琥珀って、あそこ琥珀って大正義で評判悪いみたいな、ね、いっぱい人に、まあ、女大正義の看板でもね、作ってる人によって違うの、それはしょうがないね、ヒーリングの部分ありがとI'm
ってきた。上がってきた、上がってきた。引きも引きもなんていうね。でもね、ここは大丈夫かな。ちょっと見てみよう。みんなされてるかな。ここは大丈夫ね。ありがとうね。うん、ローカルでローカルだ。すごいな。
ってるのはね、この100円のセラミックライト。で、3分の5を作ってみて。3分の蒲焼きをしていただきました。今度はね、豚肉、最後、ローソンストアで買ったやつ。炒めようか。ローソンストアで買った。豚バラ肉食べる。豚バラ100g167円で大丈夫。 130g で200円。これを炒める。トレックの蓋で炒めようと思います。これで長ネギはね、家で自然です。長ネギと豚肉を塩コショウで炒めよう。もう顔がいい感じなんで、豚バラ炒めるよ。トレック1400のこの蓋をね、フライパンみたいにして炒めようと思います。まず人に入れまーす。で、塩コショウ豚バラスライスにかけます。結構重い。で、これに長ネギ、家で切ってきて。で、火にかけて。これ、クミックタックのさ、安い店のカップ長ネギ入れて、こう切ってきて。炒められるように。豚バラだから油大丈夫じゃなくてもね、油じょうじょうにするからね。結構長ネギいっぱいのようだけど、これ野菜はさ、シートでしなっとすればさ、かかげるからね。野菜もさ、水分を入れてシートでしなっとすればかかげるんで。で、また上に塩コショウちょこっとくれて、これで火にかける。ああ、マグロもっとやっちゃった。これだったら、これ、トレック戦略の蓋をね、フライパン代わりにこうやって炒める。あ、頭とか行っちゃった。飛んでたとこ見たから。もう余裕がないね。小遊三車車持ってんでしょ、あの人ね。
置き場所あるのかな、それも心配しちゃうよね。買ったわけでもいいんだけどさ、置き場所あるのかな。今ある車の他にさ、駐車場入れ直しあるでしょ、うん、ハロー、はい、それ考えちゃうからね、ちょっとね、買ってあげてもいいんだけどね、買ってあげてもいいんだけどさ、置き場所考えるとさ、あんかと迷惑かなと思って。確かに僕だったらさ、ちょっと、ハロー、来ちゃうぐらい買うと思うんだけど、でもそれ、置き場所のこと考えたらそう簡単にはね、あんかと迷惑になっちゃうからさ、こっちの車持ってもね、その車をさ、多分処分することになっちゃうから、勝手には帰らない、買えないでしょ。本人に決めないとね。カップラーメンだったらさ、大変じゃん。今ある車がまだ乗りたいんだったらさ、大変だもんなるな。キャンピングカーで普段は使えないもんね。あんな車で普段買い物行くのにね。豚バラそれはした長ネギの塩コショウみたいな。こずえちゃんとこも年齢的にはちょうどいいよね。うん、ちょうどいいと思う。年齢的にはちょうどいいね。年齢的にはちょっと違うんだよね。年齢的に何か30代とかでしょ。うん、僕も40代とかね。ちょうどいいよね。年齢的にはちょうどいい。かわいいね、小麦ちゃんみたいな子にさ、しゃぶってもらうとたまんないよね。あ、まだまだまずい、これはしゃぶってもらうとかまずいの、こういう発言を言わないように。あ、気をつけないとね。もうかわいいな。あと、たまにしてもう一回どこ行った？あ、なんあれ、鹿理想とか全然なかったね、あれね。鹿理想の頃はさ、掲載に、多分もう、芸人、吉本のタレントとしてさ、覚えてたと思うんだけどさ、鹿理想やめたことなかった。まあ、吉本っていっぱいいるからね。鹿理想に出れるだけでも、もっと一緒なんだよな。ちょっと待って。あと帰ろう。もう一枚。こうやって買います。お湯で行くよ。気持ちないし、お湯で行くよ。ちょっといいです。これトリック1400の蓋のやつだからね。もう終わるかな。そうですね。来週、来週、ネギのいい香りがしてきた、焼けて。あ、ネギの今度焼けるといい匂いするながらですね。豚バラだがすごい脂が。
この長ネギスライスの豚バラ肉だからね、油がすごい。まだまだ豚バラっぽい。もう塩コショウだいぶ振ってるんで、こうやって混ぜてる間に、ね、塩コショウが、ね、混ざると思うんで、こうやってね、最初ね、ちょこちょこ混ぜてる間に、ね、さっき振った塩コショウが混ざると思うからね、まあ、ちょっと混ぜてみて、この辺は豚バラと長ネギ炒め、塩コショウで、ね、クロセも美味しいですよ。クロセも買ったけどあんま使わないやつ。基本塩コショウだよね。たまにクロセ使うといいね。塩コショウで炒めたりするって。たまに今回クロセ入れる、ね、やっぱ基本は塩コショウですよね。塩コショウがあれば十分。まあこういった100円ショップでさ、こういうやつ味付き塩コショウが1個あれば調味料十分よ。あと醤油もちょこっとでも。クロセは癖があるからたまに使うぐらいでもいいと思う。あれはほんと癖、美味しいけどクロセスパイスは癖があるんで、ね、スパイスなんで。だいぶ気がついてきてる。豚バラやっぱすごいな、豚バラ。すげえいい感じだ。長ネギと豚バラ炒め。あれ、傘もだいぶ減ったでしょうね。もう塩コショウ振ったらこれでいい感じ。長ネギと豚バラスライス、塩コショウ。多分予定は十分にね、いつも。遅れたらごめんなさいね。その。
こっちは大丈夫だ。うん、ローカルで動かしながらね。うん、豚バラ長ネギもいい感じだ。あ、もういいや。豚バラ長ネギ、俺もおろそう。豚バラ長ネギもいい感じだ。おろします。これつまみ、これつまみだから飲もう。かわいい香り、塩コショウで。じゃあ、豚、あ、神崎のトレック、はい。豚バラ長ネギ、いい炒め。塩コショウ味です。うん、うまっ。ごめん、お父さん写真撮影。お疲れ様です。よかった。じゃあもう一本、最後の一本。お酒これ最後だ、5合目だ、5合目最後。これチャンジューに買った100円のセラミックな。じゃあ最後の顔だけね。いいでしょ、これ。お、声が出るね。ありがとう、グッドボタンありがとうね。返事くんからあるよ。あ、どう？どれどれ？じゃあ、つけてみよう。これで最後だから、今返してみると。で、長ネギと豚バラスライスと塩コショウで。ほんといい感じに炒まってるね。まあ、これほんといい感じだ。豚バラスライス。うん、うまい。
ようか。もういいからだね。いいね。最後だ、最後のお酒だ。いい感じです。じゃあ乾杯。次だよ、そこ行け。
ね、ごめんね。ここからイオンで買いましたけど、今年の正月にイオンで買いました。昨日はね、これが食べたから激安の部分、これが締めです。熱湯入れて3分か、これが香りの香り、これ安かったよ、税込みで70円くらい。